それでは男子 400m ハードル決勝、出場選手を紹介いたします。第1レーン、水野達彦君、札幌国際大学。第2レーン、後藤修也君、岩手大学。第3レーン、渡辺義郎君、城西大学。第4レーン、石田雄介君、早稲田大学。第5レーン、山本達弘君、日本大学。第6レーン、井上翔君、立命館大学。第7レーン、大林正幸君、近畿大学。第8レーン、藤井隆成君、大東文化大学。以上8名によりまして、男子 400m ハードル決勝です。正面からのリプレイ。男子 400m ハードル決勝の結果が確定いたしました。